ただいまより、口内系運輸株式会社、二千二十五年三月期、第二四半期決算説明会を開始いたします。財務経理本部、本部長の中西より、決算概要及び業績予想について、ご説明をいたします。お願いいたします。財務経理本部の中西でございます。よろしくお願い申し上げます。これより、え、二千二十五年三月期、第二四半期連結決算概要及び。 業績予想につききまままししてて説明をさせいいただきますすページをお願いします概要でございますが、売上高は国際関連での航空貨物単価の回復、および特に北米を中心とした海外現地での取扱量増加、空港関連での国際旅客便の副便等の取扱量増加、および単価改定の獲得、得意先検調や 新拠点稼働による倉庫、輸送、取扱量増加、大型スポット作業の継続獲得等のため、売上高1696億円、前期比9.1%増収となりました。利益は特に空港関連や国際関連、航空貨物の取扱量増加に伴う黒字転換に加え、加え、 2022年4月よりスタートした新中期経営計画2023年3月期から2025年3月期の基本方針である収益力の向上に継続して取り組み鉄鋼関連の環境分門での取扱い量増加及び燃料費削減取り組みや継続しての業務効率化適正単価の収受等を進めた結果営業利益は 120億1,900万円46.9%増益経常利益は121億1,600万円39.1%増益親会社株主に帰属する当期準利益は政策保有株式の売却益もあり97億2,200万円75.7%増益となりました。 セグメント別業績につきましてご説明いたします。複合ソリューション事業では、売上高は空港関連における国際旅客便の副便及び単価改定の獲得や、鉄鋼関連における環境部門での取扱量増加や、生産請負作業での大型スポット作業の継続獲得、食品プロダクツ関連における倉庫、輸送取扱量の増加や、新拠点の稼働により、売上高、 1> 1, トンで86億円前期費増収利益は空港関連での取扱い量増加に伴う黒字転換に加え鉄鋼関連の環境部門での取扱い量増加および燃料費削減取り組みや継続しての業務効率化適正単価の収受によりセグメント利益115億9100万円39.6%増益。 国内物流事業では、売上高は食品関連低温における取扱い量増加や単価改定の獲得、生活関連物流における通販品の取扱い量増加により、売上高278億円、前期比4.4%増収、利益は増収効果に加え、適正単価の収受及び業務効率化等により収益改善に努めた結果、 セグメント利益17億8700万円13.4%増益国際物流事業では売上高は航空貨物運賃指標の回復や米国冷凍冷蔵倉庫等での取扱量増加メキシコ子会社の連結化により売上高332億円前期比17.8%増収利益は取扱量増加や 新規連結の効果等により、セグメント利益23億7100万円、54.7%増益となりました。各事業分野別の売上高について主な増減をご説明いたします。概要は先ほどのセグメントと同じ内容となります。鉄鋼関連では、環境部門での取扱量増加や、 生産請負い作業での大型スポット作業の継続獲得により、全期費4.9%増収。食品プロダクツ関連では、倉庫、輸送取扱量の増加や、新倉庫の稼働により3.9%増収。空港関連では、国際旅客便の副便等の取扱量増加、及び単価改定の獲得により 45.、45.3%増収。 国際関連では航空貨物運賃指標の回復や米国冷凍冷蔵倉庫等での取り扱い量増加等により17.8%増収次に業績予想費の説明でございます売上高では予想費0.2%減収営業利益は4.5%増益経常利益は4.4%増益 親会社株主に帰属する当期準利益は4.5%増益となり、予想比で減収増益となりました。こちらはセグメント別業績となります。記載のとおりでございますのでご覧ください。えー、こちらは分野別の売上高業績となります。記載のとおりでございますのでご覧ください。 営業利益の増減につきまして、多きグラフにてご説明いたします。左側に記載、2024年3月期第2四半期累計81億8000万円から、右側に記載、2025年3月期第2四半期累計120億1900万円と、前期費プラス38億3800万円増益となりました。売上高は空港関連、 国際関連の増収により増加。費用面では、労務費が空港関連での旅客便需要回復への対応及び従業員の処遇改善に伴い増加。外注費は売上高増収に伴い増加。経費は労務費増加に伴う法定福利費や新倉庫稼働による減価償却費の増により増加。また、販売費、 及び一般管理費はシステムセキュリティ関連費用メキシコ子会社の新規連結などにより増加となりましたこうした状況により利益につきましては38億円増益となりました連結貸借対照表の主な増減項目につきましてご説明いたします流動資産では現金及び預金が67億円増加 固定資産では建設仮勘定が14億円増加。流動負債では1年内償還社債が長短振替により50億円増加。固定負債では社債が同様に長短振替により50億円減少。純資産では利益剰余金が78億円増加となりました。以上により、総資産は2884億円となり、 全期費114億円増加となりました。連結キャッシュフローの概要につきましてご説明いたします。営業活動によるキャッシュフローは110億円となりました。焼却前、税金等調整前、当期準利益が増加したことによるものです。投資活動によるキャッシュフローはマイナス25億円となりました。設備投資による支出が主な要因でございます。 財務活動によるキャッシュフローはマイナス27億円となりました。配当金の支払いが主な要因でございます。設備投資、減価償却費の概要についてご説明いたします。設備投資金額はリース投資を含んだ金額としております。2025年3月期、第二四半期における設備投資実績額は94億円。 原価費は42億円となりました、また通気予想に対する進捗率は45%となり、ほぼ計画通りに推移しました。なお、第2四半期までの主要な設備投資案件は、主に製造部品を取り扱う取締新センターへのリース投資、約17億円であります。 先ほどご説明いたしました主要な設備投資、投資案件についてはこちらのページをご参照ください。続きまして、2025年3月期の連結業績予想についてご説明いたします。なお、通期予想は機種から変更した数値を11月11日に発表しております。概要でございますが、 売上高は国際関連でのカナダ、メキシコにおける合弁会社の設立や航空貨物運賃指標の回復、インドにおける鉄道貨車輸送量の増加、空港関連での単価改定及び新規受注による取扱量増加が見込まれ、売上高3470億円、機種予想費2.1%増収を見込み。 利益については、国際関連や空港関連での増収効果により、営業利益及び経常利益ともに19.4%増益。親会社株主に帰属する当期準利益は37.5%増益を見込んでおります。セグメント別業績予想についてご説明いたします。複合ソリューション事業では、 売上高は生活関連生活での業務用空調機改装業務の減少や生活関連食品での乳製品の構内作業および配送取扱量の減少が見込まれるものの空港関連での単価改定および新規受注による取扱量増加エンジニアリング関連での構内工事や大型工事受注により売上高 2177億円、機種予想費0.8%増収、セグメント利益206億6100万円、20.3%増益見込み。国内物流事業では、売上高は、生活関連物流での医薬品配送取扱量お及び機械製品出荷、据え付け作業の減少はあるものの、 食品関連低温での食品配送の効率化や単価改定獲得により、売上高573億円、自主予想費1.1%減収、セグメント利益37億円2.4%増益見込み。国際物流事業では、カナダ・メキシコにおける合弁会社の設立や、航空貨物運賃市標の回復、インドにおける鉄道貨車輸送量の増加により、 売上高715億円、機種予想費9.4%増収、セグメント利益44億9700万円、24.1%増益見込み。こちらは分野別の売上高予想となります。記載のとおりでございますのでご覧ください。次に、前期比の説明でございます。売上高では、 全期費10.1%増収、営業利益は29.2%増益、経常利益は26.2%増益、親会社株主に帰属する当基準利益は45.4%増益を見込んでおります。こちらはセグメント別業績となります。記載のとおりでございますのでご覧ください。 こちらは、分野別の売上高予想となります。記載のとおりでございますので、ご覧ください。以上、2025年3月期第2四半期連結決算、並びに続き、業績予想につきましてのご説明を終わらせていただきます。続きまして、代表取締役、会長兼社長執行役員の河野池より、中期経営計画の進捗についてご説明いたします。お願いいたします。 代表取締役会長兼社長執行役員の河野池でございます。本日は。中期経営計画の進捗と海外事業戦略を中心にご説明をさせていただきます。まず上期の振り返りですが。中日よりご説明をしました通り。事業によって濃淡はありましたが。 空港部門の改善に加え全事業において適正単価の収受業務効率化等による生産性向上により収益力を改善することができました加えてインドにおけるメディカル事業や北米のパッケージング事業等中長期的な収益基盤確立に向けた投資を着実に進めることができたと考えております 通期予想につきましても、売上高3470億円、営業利益215億円、営業利益率6.2%、ROE11.9% に情報修正し、年間配当額は70円から96円へ増配を予定いたしております。 2022年5月に公表いたしました中期経営計画では、最終年度2025年3月期に営業利益160億円といたしておりましたが、空港関係、鉄鋼関係において大幅に情報修正している一方、メディカル関係においては物流センター拡張に伴う費用増加と、 病院内滅菌業務の適正価格・単価の収受が遅れており現役となっております前者では継続的な単価改定・適正料金の収受に加え多能効果・業務効率化等による成果が出ているものと評価をいたしております これはすでに皆様に申し上げてまいりました2030年ビジョン実現に向けた取り組みの内容でございます。来年5月期、あ来年5月の期末決算説明会におきまして次期中期経営計画の開示を予定いたしておりますが本日は2の事業戦略の明確化からあ海外事業の現状 および今後の取り組みにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。海外事業の総売上高に占める割合は、本年9月時点で13%となっております。北中米においては、河野池メキシコを連結化し、エンジニアリ,エン,ジニアリング事業と 新たにパッケージング事業を強化していく計画でございます。インドにおいては現在は鉄道輸送のみとなっておりますが、今後複数の事業を事業展開事業を展開していく計画でございます。詳細につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。asean と中国につきましては、ご覧の資料のとおりでございます。 海外事業につきましては、地域特性に応じて事業展開を図る、図るという方針のもと取り組みを進めておりますが、今後は海外成長の権威役として、北中米とインドを位置づけ、経営資源を重点的に配分してまいりたいと考えております。続きまして、具体的に 北中米、インドにおける取り組みをご紹介させていただきます。まず、アメリカの冷凍倉庫事業です。冷凍冷蔵事業です。当事業はの強みは3つございます。1点目は、ロサンゼルスとロングビーチ港の資金に位置し、同地区内で保管能力トップシェアを有していること。 2点目は顧客と常にコンタクトをっ取っとり営業情報を得ると同時に信頼基盤を構築し高い収益性を確立確保していること3点目はコロナ公安ストライキ労働組合問題などさまざまな変化にしっかりとこれまで対応してきたことでございますこれらの強みをもとに生み出した利益を再投資をして さらなる成長を図ってまいりたいと考えております拠点の位置及び今までの投資並びに売上高推移はご覧の通りでございます次に北中米におけるエンジニアエンジニアリング事業とパッケージング事業についてご説明をさせていただきます まず、エンジニアリング事業についてです。メキシコでは、事業領域を従来の輸送と据え付けから、エンジニアリング領域の建設工事、電気工事にまで拡大をいたしました。これにより、負荷が軽減されたゼネコン各社より高い評価を得ることができております。 次に、梱包技術についてです。梱包技術とは、パッケージングデザインのことで、自動車部品等を輸送する際には、コンテナ、通い箱を使用しますが、この通い箱の設計の優劣により、一つのコンテナに入る部品の数が異なってまいります。つまり、最適な パッケージングデザインは物流コストの削減輸送品質に直結する極めて重要な要素となっております。今般カナダのパッケージング会社を買収することによりカナダアメリカメキシコを結ぶ大ベルト地帯に集積する自動車および自動車部品メーカーへの物流改善の提案を 今後していく予定でございます。そして将来的には、このビジネスモデルをアジア地域へも展開したいと考えております。本年より連結化したエンジニアリング事業、パッケージング事業の概要はご覧の通りでございます。別途ご確認いただければありがたいと存じます。 それではこれより河野池グループのインド戦略についてご説明を申し上げます。河野池グループが2008年にインドに進出をして以来インドを河野池第二の創業の地とすべくフォワーディングメディカル鉄鋼事業などさまざまな分野で事業を展開してまいりました。これらの事業成長を加速するために戦略的に取り組んでまいりましたが 今年に入り複数の分野で取り組みをさらに強化をしたしております。まず鉄鋼事業です。日本国内の素鋼生産量が減少傾向にある中、当社の鉄鋼事業がさらに成長するためには海外への展開が必須であることから検討を重ねてまいりました。そうした中、2024年7月に インド国営企業 FSNL 社の民営,民営化公開入札に参加する機会を得今般落札に至りました FSNL 社の主要業務であるスラグ処理は当社の鉄鋼部門が長年にわたり携わった業務であり知見も多くあります。 当社が持つ技術やノウハウの導入が可能であり、さらなる成長が実現できるものと考えております。2025年1月には発行済み株式の100%を取得し、完全公会社化する予定でございます。続きまして、鉄道輸送事業についてご説明をいたします。 2017年に海上コンテナ輸送 CTO を開始2019年には完成車輸送 AFTO を開始して以降着実に取扱い量を増やしております本年9月には海上コンテナ輸送用車両を9編成追加をし合計で13編成に整備するとともに 自動車輸送用車両も8遠征で現在運行いたしております。今後も政府の環境規制をの強化を背景にトラックから鉄道へのモーダルシフトが一段と加速することが予想されインド全土を対象に路線の拡大を目指し当社のインド事業の大きな柱に育てたいと考えております。 ここでは鉄道輸送事業の優位性と今後の可能性を整理しこれまでの売上高の推移をお示しいたしましたのでご参照いただきたいと存じます次にメディカル事業についてでございますインドでは富裕層や中間層の増加に伴い病院の新規開設のほか環境の整備とともに医療の質 安全性に対する関心も高まってきております今回株式を取得した SPD 社はインドで病院向けに滅菌サービスを展開している数少ない会社です当事業では当社グループが長年国内で蓄えた知見が活用できるものと考えております人口が多く将来大きな成長が予想される インドの滅菌業界におけるトップの地位を先取りするためにも、積極的に SPD 社に経営資源を振り向け、成長を加速してまいりたいと考えております。ここまで、北中米・インドの戦略投資についてご説明をしてまいりましたが、現在の中期経営計画の期間中に実施した主な戦略投資について、 ここに整理をさせていたた。だきました海外事業の進化だけでなく国内事業の強化人材育成プログラムを整備すると同時に人材開発センターの新設次世代戦略にかかる研究開発と将来に向けた投資も積極的に行っております。 次に、鉄鋼関連と空港関連の状況につきまして、ご説明をさせていただきます。まず、鉄鋼関連です。上期は、そこ生産量が定位で推移をいたしましたが、単価改定や設備更新工事など、スポット工事の受注により、大前年では増収となりました。下期につきましては、そこ生産量は、 定位で推移すると見込まれております年度末には鹿島の第三航路の休止が予定されているため徐々に業務量は縮小することが予想され上期比で減収を見込んでおります航路休止による配置転換対象者に関しましてはおおよそ配点先,先が決定をし 来年以降順次移動を進めてまいる予定ですまた、鉄鋼関連の成長戦略として先ほどご説明いたしましたインロのスラグ処理会社をある足掛かりに海外での鉄鋼事業の拡大を目指してまいりたいと考えております次に空港関連です上期は当社取扱いの 副便率が想定を下回りましたが、単価改定や新規受注に加え、生産性向上や増員計画のきずれもあり、売上高、営業利益とも計画を上回りました。下期は復便が進む予定ですが、採用と人材育成、処遇の改善、関西空港におけるラウンジのリニューアル費用を見込んでおり、 上期に比べ現役を予想いたしております現在人数は4100名となりコロナ前の95%にまで回復をいたし、ま、いたしておりますしかしながらコロナによりベテランが退職したことや新人の採用が増加したことから作業効率の改善と サービス品質の維持が課題となっております引き続き採用ならびに人材育成の強化さらに作業負担軽減や効率化につながる技術導入も行いより付加価値の高いサービスを目指してまいりたいと考えております。最後に株主還元につきましてご説明をさせていただきます。 業績の情報修正に伴い、2025年3月期の年間配当額を96円に修正をいたしました。現中期経営計画では、財務規律を維持する前提のもと、安定配当と収益拡大による増配を目指すという方針のもと株主還元を決定しております。 私からのご説明は以上でございます。どうもありがとうございました。